アンゲロス・ハリステアスは、ギリシャ、セレス県、ストリモニコ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは FW。ギリシャ国内のクラブを転々とし、ストライカーとして着実に成長。ギリシャ代表にも招集され、2001年2月に代表デビューを果たす。2002年には、ドイツ分でスリーガ・ベルダー・ブレーメンへ移籍したが、 ハリステアスノーラが知れ渡ったのは2004年のユーロ2004でギリシャを優勝に導いて以来、決勝戦では開催国ポルトガルをヘディング一発で沈めた。その活躍が認められて2004年シーズン途中にオランダのアヤックスへ移籍したが、レギュラーの座を勝ち取ることはできず、フェーノールトへ移籍。2006から2007シーズンは28試合で9得点をマークした。 2007から2008シーズンからは1、FC ニュルンベルクへ移籍。2008から2009シーズンの途中には、バイエル・レバー・クーゼンへ、半年間のレンタル移籍をしていた。2010から2011シーズンは、AC アルルアビニョンへ移籍したが、得点を上げられないまま2010年11月に、契約は終了した。2011年1月、シャルケ・レイヨンへ移籍。ありがとうございます。